これ何を？コメント。こっちも出るよ。皆さんこんにちは、こんばんは、こんにちは。お、ありがとうございます。久しぶりのインスタライブで、今日は皆さんに、重大発表があってやらせていただいてます。いいですか。多分日本は今夜の9時ぐらいだと思うんですけど、私は今トルコにいます。イエーイ。もう言うどういう流れで言えばいいか分かんない、ドキドキする。その重大発表というのがですね、この度、この度この度、私石川蓮は30歳と芸能デビュー10周年を記念して写真集を発売することになりました。わーい、やったー写真集です。ですね、実はこの写真集の企画は、約1年前からプロジェクトが動いていまして、まあ、私もあの10周年ということもありますし、まあ、30歳って一つの節目だと思うので、何かこう形に残せるようなものをやりたいなというふうにずっと、まあ、ちょこちょこ多分インスタライブとかでも話してたと思うんですけど、念願今回叶いまして、写真集を作らせていただいてます。で、1年前から今回すごくあの贅沢な写真集で、29歳から30歳までのこの去年からの1年間を、ずっと切り取ってもらっていまして、でその中であの海外ロケを行うということで、私があのずっとずっともうプライベートでも訪れたかった、トルコに今来てます。そうなんですよ、嬉しいな、最高です、トルコ。あ、みんなありがとうございます。あ、嬉しい、本当にやっと言えました。で、今回あのカメラマンさんは富取正明さんというね、もう大ベテランのカメラマンさんなんですけど、他のヘアメイクさん、スタイリストさん含め、本当に信頼を受ける情熱と愛にあふれたもう素晴らしいチームで、1年間撮影させてもらっていて、早く皆さんに披露できる日を私自身 もう楽しみにしながら撮影に励んでいるところなんですけれども、で、ね、あ、100冊買えばいいですか。お願いします皆さん買ってくれますか。お願い。発売はですね、秋頃を予定していて、まだちょっと未確定な部分が多くて、それは決まり次第どんどん私のインスタの方でもお知らせしていくんですが、ずっと言っていた皆さんと直接お会いできるイベントだったり、こうそういう場を作れるように今一生懸命動いていますので、まあ、発売秋頃なので多分イベントも秋頃になると思うんですけど、皆さん来てくださいますか。お願いお願いお願いあ、そうだ、そのだからトルコがね本当に素敵な場所で、ちょっと景色も後で見せたいなと思ってるんですけど、まあ、今撮影の本当途中で、トルコの中でも何か所か回っていて、今もう撮影、トルコの撮影は半分くらいかな、終わったんですけど、今はちょっとね肌寒いところに来ています。ちょっと皆さんの
コメントを全然置いてないから読みたいな。トルコの最高なところは何ですか？トルコの最高なところ、もうね、本当にずっと行きたい行きたいと思ってたんですけど、やっぱりそういう調べたり写真で見るよりも、もう全然やっぱ生の目で見る方が、街並みも綺麗だし、なんか歴史を感じるところとか、あとは有名なカッパドキア の気球に乗ったりとか、あとその自分へのね、30歳、来月私30歳になるんですけれども、その自分へのちょっとプレゼントというか、大きい買い物をしたりとか、なんかそういう時間もあったりして、まだねトルコアイスはね食べられてないの、今ちょっと寒くて、でも明日か明後日とかに食べたいな。あともうご飯が本当に美味しいね。何が一番美味しかった？ご飯全部本当に全部美味しいんだけど、なんか牛肉とポテトをこう煮込んだ煮込み料理みたいなで、ライスと一緒に食べるんですけど、すごくそれが美味しかった。あとさっきお昼ご飯で、今トルコはね3時ぐらいで、さっきお昼ご飯みんなで食べてきたんですけど、さっき食べたなんかミートボールとピラフもすごく美味しかった。でオフショットもたくさん撮ってもらってるので、どんどん上げていきたいと思ってるんですけど、あとね、そう昨日インスタのストーリーに猫ちゃんとか、さっきはワンちゃんの写真あげたんですけど、もうすごく国自体で動物を大切にしているというか、もう本当至る所に猫ちゃんがいて、個人的に本当動物大好きなので、猫ちゃんとワンちゃんの写真たくさん撮って、ちょっと写真、私は私で猫写真集を作っているところなんですけど、でこのピアスも昨日か一昨日かなにちょっと衣装と合わせてトルコの現地で買ったんです。かわいい。あー、やっと言えた。嬉しい。みんなありがとうございます。なんかあった？なんでトルコなんですか？なんか今回の、でも写真集の、テーマがあるんですけど、ちょっとそれはまだ今言えないんですけど、そのテーマとすごくトルコの歴史が重なる部分があったりとか、あとはもうずっと行きたかったからありがとうございます。でタイトルとかもねまだ決まってないんですよ。秋頃発売でもうバタバタなんですけど、このトルコにいる間にみんなで決めなきゃいけなくて、いろいろ考えてはいるんですけど、皆さん逆にトルコでなんかこれ買った方がいいよとかおすすめありますか？あ、ドクターチョコレート見てます、ありがとうございます。決まってる特典、イベントの、それもねまだいろいろ考え中です。トルコは季節は本当日本とあんまり変わらないですね。イスタンブールに行ってきたんですけど、イスタンブールはもう暑くて、で今いるのはカッパドキアなんですけど、ちょっとカッパドキアは寒い、思ったより寒くて、今日私暑いと思ってこの長袖、このジャージっていうかしか持ってきてなかったんだけど、寒すぎて昨日買いました。中に着てるこういうあったかいやつ、結構カッパドキアは今寒い。あ、このジャージはねココディールのジャージです。これあれなの、ちょっとわかんないか、引きでスカート、ロングスカートとセットアップになってて可愛いです。そう、 JAL の機内紙見ました、ありがとうございます。あ、
オフショットもたくさん皆さん撮ってもらってます。どこで見られそうですか、オフショット？こんな感じで、うん、これからアカウントで見られそうですか？うん、インスタにもちょっとずつ上げていけたらと思います。みんな買ってくれる？イベントも来てくれる？お願い。タイトルね、どんなのにしたいとかありますか？もういろいろ考えてるんだけど、全然なんか自分の中ではこれがいいんじゃないかっていうのもあるんだけど、みんなと相談して決めたいと思ってて、なんかどんな写真が見たいとかありますか？あ、水着ありですか？あるかもしれないですね。どうですかね。そうですね、写真集だから体型キープ大変でしたか、まあ、それもあって結構ずっと鍛えてました。最近はやっぱりなんかお腹がね出たりもするし、めちゃめちゃ腹筋鍛えたりしてましたね。トルコは今ね3時です。昼の3時。あとね、日が長いんですよ。9時ぐらい、夜の9時くらいまで全然暗くならなくて、じゃあこのね、今せっかくカッパドキアにいるので、このインスタライブを見てくれてる人限定に、このトルコの素敵な街並みを、これあれ、これどうやって伸びるんだっけ、引っ張る引っ張る引っ張るお見せしたいと思います。じゃーん、ずっと行きたかった、ずっと泊まってみたかった洞窟ホテルで今インスタライブやってるんですけど、みんな見えますか？登録最高本当なんか人もみんな優しくて、落ちないように気をつけないと。見えるかな、こっちも。そうね、青空で見たかったよね。ちょっと今日ね曇りで、でも雰囲気はね曇りでも本当にね素敵なんですよ。ちょっとこの暗い感じとかもね雰囲気があってすごく素敵で、いい写真はたくさん撮れてます。トルコ以外でもいろんな季節とともにいろんな場所で写真撮ってるので、そういう写真も楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうみんな。治安はね今のところね悪いって感じたことはないですね。まあ撮影でみんなと一緒に動いてるし、夜はすぐホテルに戻って休んだりしてるので、初めて写真集買ってみたいと思いました。ありがとうございます、お願いします。写真楽しみにしています、ありがとうございます。トルコポーズ、トルコポーズはねこの月のちょっと今片手で持ってるからできないけど、月のポーズ、地底人には遭遇しましたか？してない。あ、ありがとうございます。あ、マネージャーさんが持ってくれて、今この中にも来てるからすごくゴワゴワしてる、この月のトルコポーズそうなんですよ、街角どこにでも絵になりそうだね、なります。ありがとう、嬉しい。あ、ほら猫ちゃん、猫ちゃん、ちょうど、あ、いなくなっちゃった。もう
猫もみんな可愛くて。嬉しい、みんな。気温、あ、気温さっき言ったか。まあ、とにかく、そう、もう改めて今見た人もいるかもしれないから、今回写真集を発売することになりました。皆さん、秋頃に発売するために今もう全力投球中なので、本当に楽しみにしていてください。もうね、今の時点でもすごく自信作だし、でイベントも、頑張って作る予定なので、皆さんぜひ会いに来てください。じゃあ撮影戻ります。ありがとう、みんな見てくれて嬉しかった。じゃあまたアーカイブちょっとの間だけ残すので、みんなコメントしてね。ありがとう。じゃあ終わりまーす。イエー。あ、スクショタイム、スクショタイムしてないね。スクショタイムしよう。トルコポーズでスクショタイムしよう。トルコー、イエーイ。はい。ということで、皆さん写真集ぜひチェックしてください。バイバーイ。